はい、どうも、大イ夫です、えー。というわけで、今回はですね、もう何よりも先にやるべき面接対策をご紹介したいと思います。えー、今日の番組はハーラインステートです。はい、乾杯。面接とかどうですか皆さん自信あります面接とか採用とか。で、特に今皆さんが安定して仕事についている場合でも、この面接対策ってめちゃくちゃ重要で、なんでかって言うとですね、今皆さんがしている仕事って20年とか、 10年、20年経って残ってるかわからないんです今、とにかく、あのー、会社の寿命も短くなってるし、新しいこと、新しいことやっていかないと人間で生き残れないので、だから、そういった、転職する可能性って皆さん必ずあるんですね。だから、そういう意味で言うと、その、面接の対策とかをするときにですね、どういうことを抑えてるか、まあ、あるいはどういうことが面接の是非を決めるのかということを知ってるかどうかで、だいぶ人生が変わってくるんですよ。で、今回はですね、そんな中でも、採用の決め手になっている要素って何のってことを調べた研究がありまして、結構身も蓋もない。 あの、もんなんですけど、職業適正よりもですね、はるかに大事なポイントというのが、えー、見つかってるんで、これをご紹介したいと思います。はい。まあ、職業の決め方に関しては、あの、科学的な適職ってめちゃくちゃおすすめの本がありまして、これ概要欄の方に一応リンク入ってますんで、これ僕が帯び書いてますけど、僕の本じゃないんですけど、はい。どういう仕事をね、えー、仕事の選び方をすると人間で幸せになれるのみたいなことをですね、教えてくれる本なんですが、あのー、そういうふうにですね、仕事の選び方って皆さんいろいろ考えると思うんですけど、大抵の人が望む仕事になかなかつけないわけなんですよ。で、見つけても面接で落とされちゃっ たりとかってことが起きるんですけどみんなね考えがちなのがその仕事に自分が向いてるかどうかってことを考えるんですよで向いてない仕事はやっぱり面接で落とされたりとかするしって思うんですが実際ですねいろんな調査を、えー、してですね今回の作法文献もベースにしまして、えー、分かったこと何かっていうと実は職業適性よりも大事なものがあるってことが分かってるんですよ向いてるかどうかよりも大事なものこれ何かというと身だしなみの良さだったんですね <laughs> うわーって感じですよねよくほらスーツとか服装とかあと姿勢とかまあ、身だしなみが大事ですよって言われますけど� のの決め手になるのはですね職業的性よりも身だしなみの良さの方がですね圧倒的に採用される可能性が上がったよということはこの研究では分かってるんですよね。でなぜかというとこれ見た目の良さっていうのは人間に才能優しさ正直さ頭の良さ ま、知的であることですね。これを連想させちゃうんですよ。見た目が良ければ良いほど、才能がある人だ、優しい人だ、正直で嘘をつかない人だ、知的で頭のいい人だって思われやすくなるんですよ。だから、あの、食料適正とか、そういったものをいろいろ頑張ったりとかするぐらいだったら、身だしなみを良くするってことの方に、あの、時間と労力を使った方が、もう面接対策としては一級ですよ、ということですね。で、それ以外でも、実は面接をね、たくさん調べた研究によるとですね、面接で選ばれるのって、あの、自分と似てる人なんですよ。だから、面接の担当者と、 自分が似てるっていうふうに思われれば思われるほど皆さんは面接に通りやすくなるんですね。えー、実際にですね、あの別な研究なんですが、その研究では、えー、面接のね、間中にね、 仕事と関係ないえ雑談を通して、お互いの共通点をたくさん認識したえ場合、要するに面接を受ける側と面接で選ぶ側、採用担当の人ですね。との間に共通点が見つかれば見つかるほど、部活とか出身地とかえ採用される確率が上がったってことも分かってるので、まずは身だしなみを整えるということをやってもらって、いかに面接の担当者とですね、共通点を作り出すかという、この二つをやってあげれば、基本面接は通りますんでね。はい、よっぽどのね、マイナスがない限りはね、覚えとくといいんじゃないかなということでした。はい。 にもですね第一印象を良くするためのテクニック、こういったものもですね、D ラボの方では解説しています。第一印象って超大事で、第一印象って一回ミスるとですね、半年ぐらいそれ引きずっちゃうんですよ。だから第一印象で得する人は少なくとも半年は得すると。その第一印象のですね操作の仕方、印象の作り方をですね、概要欄の方から D ラボでは見れるようになってます。D ラボは僕が立ち上げた知識のネットフリックスを目指して作ったサービスで、さまざ、あ、まな心理学の知識がですね、見放題になってますんで、ぜひ概要欄の方から D ラボをチェックしてみてください。それではまた次回のおすでお会いしましょう。バイバイ。